冬に最適な自転車通勤用のパンツを作っちゃいましたといっても以前からあるモデルでファビオっていうモデルなんですが生地を変えまして今回は冬版が登場しておりますリンリン はい、こんにちは、森下です。自転車通勤歴がね、だんだん長くなってくると、いろんな悩みが出てくるんですよね。一番初めに自転車通勤を始めた時は、もう何でもいいやと。服装何でもいいや。今まで通りでいいんでしょ、みたいな。普段着と一緒な格好で、自転車で会社に向かうっていうのをやってたんですが、だんだんこう、3ヶ月、4ヶ月それでやってると、汗の処理だったり、寒かったり暑かったりっていうので、快適じゃないな、みたいに気づくんですよね。で、徐々に、じゃあ自転車通勤用の服に着替えてみよう、みたいになっていって、だいたいそれで2系統に分かれるんですよね。ちょっとこう、アウトドアとかスポーティーな感じの服装の、 カジュアルっっぽいになったりとかもう一つはジャージを着ていってまあ会社に着いたら着替えようみたいな感じでですよねで僕もやっぱ気分に応じて自転車に応じてそのどっちかになることが多いんですけどもあるタイミングからだんだんスポーティーな格好かサイクルジャージでしか自転車で出かけられないっていうことに対してだんだん嫌な気分になってきてですねおしゃれに気を使っている人ほどそうなるんですけども現地に着いた時でもおしゃれでいたいわけですよね。現地に着いいた時なんかあのの人アアウトドアっぽ好 自転車に乗ってる間にどっかに降りてお茶をするでも何でもサイクルジャージでお茶をしなきゃいけないっていうのがだんだん嫌になってきていてで実は東京ビールズではそういう方のためにというかそういう僕の思いを込めてですね1000マイルズサイクルウェアっていうのを出してるんですねでこれ何かっていうといわゆるその今のファッショントレンドもしっかり抑えつつおしゃれなんだけど自転車にも乗れるよっていうようなものをリリースしてるんですねある意味中途半端なウェアなわけですよ自転車にガッツリ乗れるわけじゃないんだけどそこそこ今のおしゃれ感はしっかり捉えてるみたいな感じでどっちに重点を置くのって言ったら 今のおしゃれ感はしっっかり捉えたいっていいててう方に重点を置いてるんでこの10マイルサイクルウェアで中のものにもよるんですけどね100キロ200キロゴリゴリ走れるかって言われるとそこまでの作りにはしてませんっていうものが多いんですけどもそういう10マイルサイクルウェアシリーズっていうものがあります。 実はこれね、僕ね、そうは言ってもめちゃくちゃ重宝していて、多分僕なんかと同じような方も多いと思うんですけども、自転車乗りの方って基本的にアクティブじゃないですか。他のスポーツもやる趣味を持っている方も多いと思いますし、ジムに行ったりとか、あと自転車輪行の時もね、自転車にはそのままの格好で乗らないけども、ちょっとこう荷物背負ったりして汗かくんでアクティブな格好で行きたいとか、日常生活がアクティブな方って多いと思うんですね。NR サイクルだって結構ね、そういう使い方もできちゃったりするんですね。いわゆるちょっと前のアスリージャーって言葉がありましたけども、アスレチックとレジャーのこう造語なんですけども、 日常でもそういうアスレチック的な洋服を使いましょうみたいな造語でそういったものをね着たいってい方は結構多いと思うので実はそういう方にもね僕なんかも日常生活でバスケに行く時とかまあ自転車でインコ行くとき波乗り行く時とかはなんとなく汗かいても大丈夫動きやすい格好で、ね、車乗る時も行きますし展示会回りだ仕事だ、まあ、遊びだっていう時でも結構レンタルチャリを借りて移動するってことも多いんですよね。自転車でで軽くポタリングで移動すするるとといううこもありますししそに着服ては僕 結構10マイルサイクルウェアの出番ってめちゃくちゃ実は多くて下手ししたらちょっとと高いいジャケットかかよりもも全然使ってるかもしれないですで今日はその中で人気のあるモデルファビオっていうねパンツが実はあるんですけどもこいつの冬版が出たんでちょっとそれをねご紹介したいなと思ってます。 言葉だけだと分かりにくいと思うんでとにかくちょっと僕が今履いてるのがファビオレスっていう感じですね多分見た目全然自転車ウェアには見えないと思うんですよねなんならこうちょっとドレスパンツっぽい雰囲気だと思うんですが実はこれで自転車でさっき言ったテーマイルイコール16キロぐらいは全然余裕で走れるような、まあ、仕様になってるという感じですねあんまりゴリゴリね必死にこいて走っちゃうと汗とかかいちゃうかもしれませんけども今日ウォッシャブルなんでその辺りも問題ないという感じなんですがそれ以外もね色々こう自転車にも乗れるっていう意味では最低限の機能を備えて いてまずはストレッチが効いているということですねだからこんだけ結構細身の綺麗なシルエットなんですが全然動きやすいんですねこのファビオの特徴何なのっていうと A 級センターークリースって言ってて言うこれねちょっとこう履いてる姿見てもらえば分かるようになんとなくセンタークリースが入ってるように見えるじゃないですかその分ちょっとちょっと綺麗めに見えるというか今こんなカジュアルで着てますけど下革靴で上タイドアップしてジャケットとかでも実は使えちゃいます っていう感じですね。なんで、結構オンからオフまで使えますと。特徴的なのは、このドローコードですね。ここにドローコードがついてますんで、なんならベルトしなくても履けますよっていう。 感じですかねサイドこれでもすごく楽ですということで生地自体のストレッチとあとウエストのこのゴムですごくこうウエストも楽に履けるので本当はこれをイージーパンツイージージャージーパンツみたいにサクッと履けることができるとで後ろはこんな感じになってましてもう後ろもね完全にカジュアルのパンツよりはドレスパンツっぽいこういうポケットの作りになっててこちらはボタンもねちょっとドレスっぽいボタンがついてたりします一応ねベルトをする方のために自転車だとねここね真ん中1個だと辛いのでこの2個こうやって。 つけてで後ろに引っ張られても荷重が分散するように作ってあります。であと生地ですね。冬用ということで選んだんでこういう生地になってます。表がねこんな感じですね。ちょっとドレスポッチかっこいいでしょ。でこうストレッチもこう。 ここに効いてる感じですね。裏地がですねちょっと冬用になっててこうピーチスキンっていうんですよ果物のもねそのピーチっていう名前を取ってピーチスキンっていう生地の名前なんですがちょっとこう希をしてるんですよね希をしてるっつってもウールとかそういうのじゃなくてポリエステルとか化学繊維で希をさせてるのでケアも全然あんまり気にしなくていいんだけどちょっと希であったかいよっていう感じだから冬とかね使う時にはもう最適な素材になってるという感じです でさっきも言ったんですけども全然用っていう意味では動きやすいとか全体的に楽な作りになっているっていうのも大事ですがあとウォッシャブルねやっぱ汗かくんでウォッシャブルであることが大事なんですがこれも一応生地的にはウォッシャブルでできてますのでガンガン洗えると、まあ、ガンガン洗えるっつってもこのままバンバン投げ込んで洗うっていうよりはできれば裏返ししてネットに入れて手洗いモードなりソフトな洗いっていうので洗っていただいた方が長持ちするとは思うんですが生地的には全然40度以下で洗にだけ OK よっていう素材なのでガンガン洗ってもらっても大丈夫という商品になってます実際ちょっと洗ってみるとどんな感じかって一応二色 の展開でこのグレージュっていうね、ベージュとグレーが混じったような、少し大人っぽい色のやつと、さっきのチャコールグレーですね。どちらも本当、自転車通勤にバッチリ使えそうな感じですよね。まずグレージュを着てみたんですが、こんな感じですね。上がニュートラルワークスのスタカスウェットを着て、下がヨークのスニーカーという感じで、比較的ちょっと大人っぽい合わせですね。これにちょっと上を羽織ってみましょうか。バンバン走りたいよっていうんであれば、クレッタルムーセンの。ウィンブレっていうかアウターですかね。こういうね、クレッタルムーセンのこういったものを羽織ってあげても全然おかしくないですよね。 ドレスっぽいですよっていういうわゆるそのジャケットとかにも合いますよって言ったんですが基本は全然それでも使えるんですけどもこういうカジュアルに合わせてもですねちょっとしたこういうプリーツが入ってたりとか細身のシルエットってこれが結構太めの例えばそのリーバイス501ンにしちゃうと全部カジュアルになっちゃうんですけどもこういうパンツをねカジュアルのアイテムに取り入れてあるだけです随分大人っぽくなるんでこれで自転車通勤してきたら絶対ダンじゃないですかっていう感じになるのでこういうのをねちょっと取り入れる技はぜひね皆さんにも使ってほしいなと思うんですけども本当にこの単なるパン じゃなくてドレスっぽいファビオを入れるという技ですねであとはもう上と下はもうカジュアルのもあとはこれねなりふりとワイルドシングスのコラボでの大きめのジャケット ですねこういう今っぽいリラックスシルエットのものっていうのを着てあげても全然おかしくないですよねあこのパンツねほんとね何にでも合うんですよ万能なんですよで万能なんですけど大人っぽく見えるっていうか子供っぽいカジュアわせっぽく見えないのですごく何に使ってあげてもおしゃれかなと思います <laughs> 個人的に気に入ってよくしてるコーディネートはですねこのファビオにコーチジャケットをですねこれコーチジャケットなんですけどちょっと大人っぽい感じの読み方するコーチジャケットとかをこうさらっと合わせてあげるっていうのもかっこいいかなと思ってて本当にこれで自然 自転車焦げんのっていう感じではあるんですけども全然ねパンツが焦げるんで上はもう束ん中っぽいしちゃえばいいので全然自転車で手に着いたらこんな感じで歩いてるとまあ本当に自転車乗ってきたとはあんまり思われないかなっていう感じの雰囲気になりますせっかくなのでちょっとチャコールの方も着てみますね <laughs> チャコールの方はですねこんな感じで履けます本当に見ての通り革靴履いてとかでも全然これで上ニットとかで本当普通のサラッとドレスカジュアルみたいな格好でも全然使えるパンツなので上実はこれニットじゃなくて前回も紹介した <laughs> あ東京ウィールズのコーラテックを使ったナな,なんですが これもう,本当にこういう1枚でさらっと着てもニットっぽく切れるんですごい便利なんですがこれモックネックになってます。 これもねおしゃれなんでこういったもので合わせてあげるだけでもかっこいいですしもちろんこれで上着てあげてこれティラックのスプートニックのねノーカラーのジャケットなんですがカラッと合わせてあげてもかっこいいかなと思うんですよね今トレンドのレザーとか着てあげるともっとかっこいいと思うんですがこういった感じでこなしてあげるっていうのもありですかね例えばリンプロのバイカーズジャケットでしたっけここにこう結構でかいポケットがついてるんでほんとこれ自転車向けに作られてるやつですねこういったものを使ってあげてもいいかなと思うんですよね自転車ゴリゴリで乗人向けっていう感じではないんですけどもその分やっぱりね あののの服としての完成度が非常に高いのでこういう感じであげても全然おしゃれだなと思うのでこれなんかほんと自転車向け自転車向けって作られてたよもやちょっと思えないかなっていうレベルでおしゃれに決まるかなと思うの <laughs> こういう組み合わせだったりとかっていうのはありかなとして <laughs> も今着てみた上のジャケットとかカジュアル類っていうのはのチノパンデニムと合わせても,もちろんいいんですけどもちょっと見ていただけば分かる通りやっぱこのファビオと合わせた方がちょっと大人っぽく上品にツヤっぽく決まるというところは分かるかなと思うんですよね是非ねこういったもの手持ちになければ、まあ、今までチノパンデニムっていう とかもしワードローブにあるんであればこのファビオ1本足してあげるだけで今までの洋服に対してちょっとこのパンツを変えてあげるだけでかなりおしゃれに見えますのでファビオ冬向け検討していただいてもいいかなと思います。 はいという感じで、ね、ウォームファビオのご紹介でしたこちらのパンツ本当に人気があって実はもうねバイスクールスーツのまあ下として出てたこともあったんでジャケットと一緒のセットで出てる場合もありますし単体で出てる場合もあるんですけどもまあそんな困難も含めて考えるともうかれこれ56年やってるパンツなんですよね圧倒的にこうファンがついてましてこのウォームファビオを出した瞬間に色違いで日本買いっていう人がもう2名いらっしゃいましたかなり気に入られていてもう出たら全色買うっていうほどもまだいかないのかもしれませんけど買われるっていうぐらい気に入っていらっしゃる方もいらっしゃる いらっしゃいますので履き心地の良さと着回しの良さお試しいただきたいなと思いますはいというわけで今日の動画は以上となりますいいねと思った方はいいねの方とあとチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたしますあとインスタグラムでねこのファビオとかをね少しタイドアップで決めたりとかジャケット合わせしているものっていうのもスタイル追加していきたいんですけどもこちらの方も合わせてご覧いただければなと思いますそれではまた次の動画でお会いしましょう森下でした ババイバイはいありがとうございました実はこのファビオもう56年やってるんですけども細かなアップデートすごいしてまして今回もドローコードの長さを短くしたりとかセンタープリーツも入れたられ入れなかったりっしてたんですけども今回からちょっともう入れるに統一しようかなと思っていて一回なくした時にお客さんからなくなって残念ですみたいなのがコメントが来てて僕もそれで落ち込んだことがあったんでなくて困る人はいてもあって困る人はいないかなと思うので今後ちょっと入れるので統一でいこうかなとは思ってるんですけども今回ちょっとね一回少しチレット太くしたんですけどももう一回 ままた狭くくしてますすやっっぱりここのファビオはねとににかか細いいい方がかっこいいんですよ特に裾もしかしたら足入れる時にかかとが引っかかるような人もいるかもしれませんけどそれでも無理やり履いちゃうぐらいで細身で履いた方がかっこいいのでその分ストレッチ効いてるんでね全然安心して履けると思いますの、ね、でそれぐらい細くしたんで絶対誰が着履いてもかっこいいパンツで着てますから是非見ていってください。